チチャンネルち月曜日総チェックいろんなポーズやってみましたけども、さあ月曜日です、総チェック。さあ、交流戦前ね、とりあえず終わりましたけども、ね、えー、明日からか、交流戦。そのために、どういうふうにね、この週末終えたのか、さあ次、皆さんと一緒に総チェック、やっていきましょう。ね。あの、皆さん、見ていただきましたかクーデーター。 起こしましょうかね <laughs> でね、嬉しい誕生日プレゼントをもらいまして、ああいう記事のおかげで、えー、動画にできて、再生数もすごい回って、ありがとうございます。よかったです。結果的にね。ということで、皆さんね、ぜひ、まだの方は、見てください。ね。あと、袴田さんに怒られてるやつ、見てください。ね。はい。さあ、ということでね、やっていきましょう。総チェック。えー、今日はですね、えー、パリーグから、日本アム対セー えー、5月20日、5対3で日本ハム。21日4対0で日本ハム。えー、22日3対0でセーブ。日本ハムの2勝1敗で勝ち越しっていうところになりましたけども。えー、20日の日ね、5対3日本ハムっていうところで、日本ハム先発伊藤ね、7回102球、7安打4三振無四球2失点と。まあ立ち上がりね、全体的になんかホームが。 軽い感じで、なんか力が入ってないから、なんかふわっとした感じで投げてるなっていうところでね、そこでまあ失点してしまいましたけども、まあ知り上がりね、見てすぐ分かるぐらいのホームのバランスも良くなって、力感出てきて、非常にね、まとまったピッチングをね、7回したんじゃないでしょうか。でね、えー、セーブはね、初回、山戸部のね、センター2ベース。で、金子、セーフティで、ここ足痛めて、痛いね。 ここから交流戦大事な時にね。ノーアウト一三塁で、えー、アのショートゴロで1点。で、ワンアウト二塁になって山川がレフト前というところでね。まあ、ここでそなく点を取れるっていうところが、まあ、山川のね、あの、存在意義っていうところがね、存在の大きさ出てるかなっていうところはありますけども、まあ、日本ハムとしてはね、この伊藤。やっぱふわっとした立ち上がりで、ね、ポンポンポンで気づいたらね、2失点してしまった。おお、どうなるのかっていうところでね、西武先発高橋。6回3分の1、119、7で438、西九5失点と、まあ、ほんと6回までは、完璧、粘り強くね、 投げてた中で、まあ、あの、パ本はね、2回裏、野村がね、レフト前。で、清宮はライトツーベース。で、松本センターフライ。で、石井がね、えー、内野、後ろ下がってて1点 OK っていう状況で、まあ、セカンドゴロで1点返して、まあ、このね、2対1の状況で行くんだけども、問題はね、6回よ。6回裏ね、野村、センター前。この日、4打数4アンダー。しかもね、無理に引っ張ることなく、コンパクトスイング。このね、3連戦結構野村はね、コンパクトスイングで非常にね、あの、アジャストしっかりしてたんじゃないのかなと。グパッ ね。で、えー、清宮センターフライ。で、松本、えー、レフト前ヒット。で、石、フォアボール。これがね、高橋コーナーとしては一番痛かったね。で、ワンアウト満塁になって、宇佐美がね、えー、初球、強引にね、引っ張りに行かず、しっかり引きつけて、コンパクトに反対方向で、ま、あ、左中間を抜ける、操作一勝のね、三打点、逆転。ね。で、その後ね、えー、八千がフォアボール。で、ピッチャー交代、えー、森脇にして、マ、ま、ー、あ、ルカンタラがショートファールフライ取るけども、浅間のセンター前。この一点がね、 この朝間の1点、この宇佐美の2ーベースだけで終わらないで、その後に連なってフォアボールをんで朝間でこの1点取るっていうのがね、この1点が非常に大きかったかなと。で、9回はね、北山が出てきて、やっぱ9回しっかり座って、えー、守護神として投げた方が安定感あるね。まあ結果ね、5対3で日本ハムの勝ちっていうね、まあ伊藤がね、しっかり終盤、えー、立ち直ったことがこの結果にね、繋がったかなと。高橋はこの石のフォアボール、痛かったか。 21日4対0でね、えー、日本ハム、えー。日本ハム先発、さはね、7回101球、1安で四43一1死球無失点と、もう完璧です。ガッツ。ね。変化球がね、甘めに入ってるの結構あったけど、それでもタイミング外されて打ち損じっていうところを見てると、まあ、っすぐはね、かなり走ってたような感じなのかなと。そのために緩急がついて、甘めでもやっぱりね、こう捉えきれないっていうところがね、西武打線あったかなと。そういったところではね、五ピッピチ。ね。で、宮西、ね、800試合当番 戦いってほしいね。岩橋さん目指してね。えー、頑張ってもらいたい。ね。で、えー、日本はね、初回、ワンアウトから、今がツーベース。で、清宮がね、えー、ライトフライ。この間に三塁へ進塁して、野村がね、えー、外の真っ直ぐを、ライト前。ね。まあ、昨日から言ってるけども、ね、コンパクトに。無理に引っ張り行かない。ガッツ。一緒だ。ね。で、えー、二回裏、ワンアウトから一時フォアボール。で、宇佐美が、ライトへ、ツーラン。ガーッツ。キャッチャーがやっぱり打ち出すと、やっぱチームがね、うまく回っていくっていうか、このね、線に繋がっていって、得点ね。 しやすいっていうところでは、このね、えぇ、ー、20日21日ともに、ね、このうさみのバッティングっていうのはね、非常にチームをね、支えたんじゃないでしょうか。えそしてね、7回裏、松本がね、ツーベースで出て、で、今川バンド、清めはね、ファーストゴールで、ここで終わりかっていうところでね、野村は敬遠。で、ツーアウトから、でま、ね、ここ、ま、真ん中がね、ライトでダメ押し。ツーアウトになってもこれ1点取るっていうね、この20日、 えー、21日ともね、これもう1点っていうところがね、今までなかなか得点圏打率も低いし、もう1点ホームランで1点っていうね、ところで、なかなか連なってっていうところがなかったけども、このね、交流戦前の終末ね、金堂の試合は、こう繋がってがって、しかも2アウトからのもう1本っていうところがね、非常にゲームを支配したんじゃないのかなと。で、セーブはね、もうこの日2安打です。打つ手なし。乾杯です。 で、22日、3対0でね、セーブっていうところで、セーブはね、もう先発エンスに尽きるっていうね、7回8十3アンダー2、3、4、無四球、無失点と、で、まっすぐカット、チェンジアップが基本で、まあ、たまにカーブを投げて換気を使うっていうところで、まあ、同じ軌道からクッて曲がったり、同じ軌道からペッて落ちたりね、す、え、る、ー、ところで、ちょっとね、対応しづらかったかなと。しかも、あの、右バッターにはね、これまっすがまあの、カットボールインコースがまっすぐ来てからキュッて曲がるし、 で、対左に対してもまっすぐ来てから曲がるから、このね、ストレートとカットのね、軌道の変化っていうのの見極めがね、非常に、えー、バッターにとっては難しかったんじゃないのかなっていうところはね、えー、見てて思いましたけども、まあ初回ね、セーブはね、連打で速攻。ここでね、まあ2点っていうところで、まあね、その前の日、えー、完封されるのも、その嫌な流れをね、えー、払拭できる、この戦、初回のね、2点っていうのは非常に大きかったんじゃないでしょうか。まあ先頭ね、川越えヒット。で、滝沢がね、センター前ヒット1、2塁になって、で、アウトね、これを送りしバント失敗、バーって。 ここしっっかかり送なきゃでもその後ね山川レフト前でその先レフト前タイムリーで、まあ、栗山がね、えー、セカンドゴロの間に1点取って2点っていうところでねまあ、しっかりねこの2点を取ったっていうのは、えー、大きかったかなとでね8回ね、えー、また山川の、まあ、ファンブルアルカンタラミスパーッとミス痛いたいね で、その先送りバンド決めて、栗山がタイムリーっていうところでね、しっかりチャンスをね、ものにしたっていうところは、まあ大きかったかなと。あとまあ5回のね、ワンダウンと一三塁のこの山川の打ぎここでね、ポンポンって中押しできてれば、もっと楽な展開になったけども、まあここはね、まあしっかりね、エンスがしっかり投げ切るっていうところでは、まあ遠田がね、噛み合ったかなと。 日本はね、金子、先発ね。3回51球、5アンダ三3、3、4、2失点でね、降板するけどもね、まあ、前回同様ね、いろんな球使いながら、初回ね、試みたけども、うん、まあそこをね、攻略されて、山、山海もね、こう緩いカーブをね、これ粘って打たれるっていうところでは、まあ前回とそんなにうな投球自体は変わんないけども、まあ今回はね、西武がしっかり攻略したっていうところと、やっぱりね、この初回っていうところがちょっと痛かったかなと。で、打線の方はね、3アンダ打つ手がなしです。まあね、でも結果、2勝1敗で。 日本ハムの勝ち越しでした。えー、ついてえー、ソードバンク対ロッテ。えー、20日一対八でロッテ。えー、十一日二対四でロッテ。二十二日三対二でソードバンク。ロッテの二勝一敗でカチカチっていうところになりましたね。えー、20日の試合八対一でロッテっていうところで、ソードバンクね、先発戦が四回七十六球、六アン二三2、3、4、3、4球、4失点。えー、関心がね、全く使えず、状態、なんか高く、まあ、立ち投げ的な感じでリリースポイントも安定せず、ちょっとね、この、請求が乱れすぎたかなと。 本当にすっごい立ち投げの、ね、ように見えました。まあ、このねホームのバランスがここまで崩れたのは昨年のオリンピック前、あの怪我で復帰したマリンでのロッテ戦、あれぐらい、ね、正直、ホームのバランス的には悪かったね。ただ投げてるだけみたいな感じに、ね、見えて、ちょっと、まあ、でまたここで再調整っていうところでね、まあ、しっかり自分自身の投球を、ね、取り戻してもらいたいかなと。でロッテ戦バスタツキ、まず佐々木。 6回97球、4打93チーム、291デッドボール1、ール1位点と、まあ安定のね、ストライク投球、まあ真っ直ぐフォークボールがね、約9割と中心で、まあどんどんストライクゾーンに投げていく。まあそこを対応できるかできないかっていうところで、まあここまでね、パリーグの選手たちは対応しきれてないっていうところで、えー、初回ね、ロッテは高部、レフト前、で中村レフトツーベース、で、マーティンフォアーボール、満塁になって、佐藤はショートフライ、で、レアードが押し出しで、岡がセンター犠牲でフライっていうね、この佐々木投板の時にこれ早めにね、得点できた。 しかもフォアボールっていうところをね、えー、連なって、まあ、ここで千賀の苦しさっていうのがね、出てるけどね。で、3回、えー、佐藤がライト前ヒットを打って、で、ここでね、投げる前に一塁ランナー佐藤が飛び出して、挟まれてランダムプレーになるんだけども、中村が終わいて三森へ投球。で、その時に、貝がファースト必死で来るんだけど、千賀が、 入ってないんだよね。だから中村が終わることによってファーストベースが開くんだけども、まあ、あれキャッチャー行かなきゃいけないけど、間に合わなかったら線が入らなきゃいけないんだよね。で、それを回が間に合わなくて、えー、なかなか間に合わないところにファーストやっとついた、モリはそれ待ってから投げた、セーフ。バッと、ランダムプレイ。いや、あそこまで行ったらピッチャーね、入らさないのが原則だけど、やっぱり野手が足りなくなったり遅れたらやっぱピッチャー入らないといけないから、あそこは線がファーストのランダムプレイ入ってたら、 ここは、ね、ラクラクアウトになってたところで、ね、まあ、そういったところっていうのもね、ミスがちょっと痛かったかなとで、そこでね、アウトにできなくて、佐藤がファーストに残ったことによって、まあ、レアードは三振取るけど、も、岡レフトバイで、安田アウト、でチェバリアがツ、ね、ーアウト、に三塁からレフトでタイムリーヒット、これで2点が入っちゃうんだよね、これもう、佐藤アウトにしてたらここ0点で、2対0でいけばどうなってたか分かんない中で、結局、このね、ミスっていうのが痛かったかなと。 だ結局このフォアボール押し出しっていうところとこの3回のランダムプレイのミス。まあこれでね、あと佐々木攻略できなかったらもう終わったかなと。ソードバンクはね、2回裏、ノーアウト1、塁でね、今宮がバンド引いたところで、2塁ランナーのね、グラシアルが飛び出して、えー、アウト。バーッと。で、0点。だこのね、序盤のね、守備と攻撃も含めて、この序盤のミスっていうのが、まあ、非常にね、えー、痛かったかなと。あと4回ね、満塁のチャンスを作るけども、ここでも1本でやつっていうね。 えー、ところは非常にね、えー、ちょっとチグハグがね、こうできに見えましたけど、まあ、ロッテはそこをね、しっかりついて、あと佐々木朗希のグッピッチ。というところでね、安定の勝利。21日4対2でロッテ。えー、ロッテ先発見は、6回107球、8アンダー734、192失点と、まあ、ピンチを作るけども、粘り強くね、低め、スライダー、フォークボールっていうのを丁寧に投げて、まあ、最小失点に抑えた結果がね、 あの、この勝ちにつながったかなと。まあ、複数点をね、許さなかったっていうところも大きかったかなと。1イニングでね。で、ソートバンク先発大関ね、5回92球、5安打五5三振、1四球、2失点と。まあ、こちらもね、非常に粘り強くね、安定的なピッチングはね、できたんじゃないのかなと。まあ、その中でね、えー、ロッテはね、6回、松川ライト前、で、高部ライト前、で、中村がね、このね、バンとファールして、2ストライクをバスターに切り替えて、センターへ同点タイムリー打つんだけども、これ2エンド2とはいえ、フォークボール、真ん中に入るんだよね。 あそこもうちょっとピッチャー厳しく投げていけばひょまさかバンドするとは思ってないと思うけどね、思うけど、あそこはちょっと甘すぎるね、そういったところちょっと甘さっていうところがね、出てこの1点っていうのは非常に大きかったかなと。で、ノーアウト1、3塁になって、マーティンがね、今度セーフティースクイズ、ねえー、勝手にやって1、2アウト。それね 井口監督はマーティンが勝手にやったって言ってたけども勝手にセーフティースクイーズして勝手にサード突っ込んできてそれゴロピッチャーゴロ5、5だからねそらいくら高めでも無理よスタート悪くなるさすがにもうちょっと野球勉強しようバッと、ね、<laughs> でその後佐藤が6、ね、4、3ダブルプレーでまあここ追加点取れないんだけどね、まあ、ロッテとしてはここね追加点取れなかったところでソードバンクはね 2回ね、裏に同点なる1点取るんだけども、中村ヒット、デスパイにヒットで、柳町が送りバンドして、ワンアウト2 3、3塁回今宮がヒット、ワンアウト1、2, 3塁から回三振で、ね、この三森、あのセカンドゴロ打つんだけども、今宮がね、打球に当たって、まあでもあれ取っててもアウトからギリギリかなっていうところで、ね、あるけども、センターにはまあね抜けてないけども、でもあれギリギリだとファーストね、ひょっとしたら三森の足でセーフになってるかもしれないから、もったいないね、ここもう1点取っておけば、状況的にはね、大きく変わったから。 で8回ね、ね又吉ね、マーティンが宇宙間へツーランホームラン高め、グッとスライダー抜けてきたところね、復、ま、調、あの兆しっていうところはあるけども、も又吉が、ね、初失点、今季、ね、初黒星、まあ、これはもう仕方ないね、だちょっとね、ちぐはぐ、ちぐはぐしてきたかな、ソフトバンク。っていうところで、えー、5月22日ね、ね、えー、3対2でソフトバンクっていうところで、そのね、ちぐはぐさを解消したのが先発技。で 5回3分の八二9 2安打五三四一四九一四点と。まあ、ストレートがね、あのタイって、ね、対ロッテ打線ね結構差し込まれてたから。結構ピッピッってね、切れ味鋭く来てたのかなと。まあ、その中でね、えー、スライダーはね、きっちり右バッターもインコース、左バッターもアウトコースね。コースにきっちり投げて、チェンジアップ低めに投げるっていうね。この丁寧な投げ方っていうのは、非常にね、このね、勝ち持ちっていうのを。引き寄せたんじゃないでしょうか。ね、で、6回ね、ちょっと甘めに入ったところを、ポンポンって打たれたときに。速攻でね、これイニング中でも変えたっていうところは、ベンチ。 ークもグッドねで又吉はね8回リベンジしっかり聞いて、ね、逃げ切ったからとでロッテはね先発ロメロ6回96球7安打3三振無四球3失点とまあね4回裏、ね、この今宮え、ライト前で柳田、えー、左中間へもう打った瞬間、打った瞬間歩いていた左中間、最新部素晴らしい。ね でその後ね、えー、ここで終わらないで、ワンアウトから中村レフト前、デスマインレフト前、柳町がね、左中間へタイムリー。この1点がね、大きかった。この柳田のホームランだけで終わらないで、その後もしっかり連打を繋がって、ね、1本。でも実際ね、ここだけだからね、正直ね、あのー、逃げ切れてるところではね、えー、しっかりこのものにしたのは大きかったかな。はい、ということでね、今ちょっとあの、仕事の電話が、 えー、かかってきておりましてですね。若干最後、バタバタして何言ったか分からない状況になってますけども、まあね、この柳町の1点が大きかったっていう話を。でね、ロッテはね、6回中村のタイムリー、で、7回ね、レアードの一発。まあ、レアード・マーティンね、やっぱ復調してきた。負けだけどね、復調してきたのはいい感じだけども、まあ、この日全体的に4ダーだからね、まあ、よく粘り強くね、戦ったかなっていうところはあるけども、まあ、結果ね、ロッテは勝ち越し。Good. いいに向けていい形ソードバンクもねこの最後ね、ね日曜日しっかり勝ちきったところはねこれトータルバランスよかったね、リリーフ陣も、ね、こうしっかり、つもりはねあの、まあ、レアードに打たれたけども、まあ、しっかり最後ね、ね、え、加、ー、山、マーティンにギリ、もうマーティン苦手としてるねカ加山をねいい感じでね投げて、でまだよしルベンチ、でもういねるさだけね三振にとって、まあ、いい形でねこの負け越したとはいえ、いい形でね交流戦に入っていく分には、この22日のね勝ちというのはソードバンクにとっても大きかったんじゃないでしょうか。 結果ね、2勝1敗で、ロッテの勝ち星しでした。さあ、続いて、えー、楽天対オリックス。えー、5月20日、1対0でオリックス。えー、21日、6対0でオリックス。えー、22日、6対1でオリックス。オリックスの3連勝楽天、3連敗首位なのに、3連敗。ここに来て、全く打てない。 5月2日ね、1対0ドオリックス。オリックス先発、田島ね。7回115球、6安打七三73、29、1デッドボール無失点と。まあ、今季初勝利。まあ、でもね、ここまで本当に安定的なピッチングしてきて、まあ、やっと勝てたかなっていうね、ところ。で、最大のね、ピンチは4回裏、ノーアウト満塁。これをね、乗り切ったのが、グッピッチング。非常にね、大きかったからと。まあ、その中でね、えー、攻撃は3回裏ね、大城が、外側のストレートだったけども、あれをね、左中間にね、ホームラン、力あるね、グッド。 ね、まあ、この1点をね、し、しっかり守り切った。で、えー、楽天先発滝、ね、瀧高で六6回97球、6回の三3三振、無失球1位点と、まあ、変化球をね、低めに集めて、非常にね、安定的な投球。ね、試合には負けたけども、非常にね、グッピッチ。ね、この1本ホームランだからね、これで何やかんや言われても仕方ないよね。俺は言われたことあるよ。あの、上野っていうね、今営業で働いてるね、やつが谷間で先発して、ソフトバンク打線、ね、えー、相手によ、七7回ぐらいで、えー、マッチの、 ね、追い込んでから低めのフォーク、見逃したボールを思いっきりね、えー、前でグーンって言ってね、すくい上げられてホームランを打たれて1対0で負けて、あそこはフォークじゃない、インコースやるってふざけんなバーカって言ってね、えー、心の中で思ったよね。っていうぐらいで、こんなに1点、ホームラン、これは防げないよ。仕方ない。滝中グッピッチよ。楽ではねで、さっきも言ったように、ま、あ4回裏ノーアウト満塁も含めて、まあ、1 回、2回、4回、8回、ここでねチャンス作るも1本出ずっていう、ね、ところで、最近こういうところよね、やっぱり連勝中、あの11連勝の時は、欲しいところで丸森ホスのホームラン、欲しいところで鈴木大地のホームラン、欲しいところで西川のホームラン、島内のホームランっていうね、1本ね、必ず出たっていうところで、ここ最近ね、出てないところがね、非常に痛かったかなと、まあ初回もね、ツーアウトからですけども、2、3塁のチャンス作って、丸森ホスがね、凡、え、退、ー、2回も、ワンアウト、一、二塁、武藤、西川がね、ここ、連続三振。 で、えー、4回、えー、丸森ホスフォアボール、辰巳ライト前、鈴木大地デッドボールでノーアウト満塁作るけども、えー、隅谷センターフライ、武藤空振り、西川ファーストールで点が入らず、で、8回にも最後のね、チャンスで、えー、ワンアウトから丸森ホスセンター前、えー、辰巳がね、内野安打、ワンアウト一・塁からね、えー、鈴木大地セカンドゴロ、隅谷ね、三振っていうところでね、まあ、ここでね、やっぱ点が取れないのがね、きつい。ね。 で21日、えー、0対6でオリックスっていうところでね、オリックス先発山本、5回104球、えー、2安打4三振3四球無失点と、まあ球数多くね、まあ打たれてはいないんだけれども、結構ファールで粘られてね、まあその中しっかりね、冷風でできたっていうのは、まあグッペチンね。まあ5回で交代、これはね、中島采配。普通ね、エースが投げて山本が投げてたらやっぱりね、頼りたくなる。その中でね、もうここで変えるっていうね、この気を、交代、非常にね、再配も。 素晴らしかったかなと。しっかりね、調子を見てる証拠かなっていうところはね、えー、ありました。で、楽天先発早川ね、5回1一1 9 7安で6三振無四球4失点と、まあ、オリックス打線がね、コンパクトなスイングで対応してきたっていうところでね、まあ、早川を攻略したかなっていうところで、投球自体はそんなにね、悪いようにはね、えー、見やまでした。その中でね、オリックス2回表、えー、長川がね、チェンジアップライト前。で、マッカーシーがね、カットボールをレフト前。で、杉本三振。これに、ね、インコースストレート低めと、おい、ストライクかよーみたいなね。 感じだったけども、三振。で、野口がね、キャッチャーファールフライ。これを住谷が、フェンスアチャンピンキャッチ。ゴッド。ね。で、えー、2アウトになって、えー、伏見がね、2エンド2からチェンジアップを左中間にね、2点、タイムリー、2ベース。 この1点大きかったね。しかも全体的にやっぱこう反対方向意識、無理に引っ張らないで反対方向意識っていうところで多分杉本の,のインコース、まあ、厳しいところだったけどね、っていうところの見逃しっていうところを考えると、マッカーシも中川も,しも全員ね、反対方向意識っていうところがね、このね、早川攻略にね、繋がったかなと。 で、ふちはね、一回裏ね、この西川を三振ゲッツーで刺すっていうね、ロッテ戦は結構通り刺せれたけども、まあ、ここ低めね、しっかり我慢して通り刺して、このね、タイムリー繋げるっていうところでは、コースともにね、ぐっと頑張ったんじゃないでしょうか。 で、3回表ね、2アウトからだけども、大城がね、えー、カットボールを、えー、左中間、えー、センターよりね、えー、2ベースを打って、中川がね、今度カーブをセンター前タイムリー。ね。で、4回表、杉本がね、今度ストレートを思いっきり引っ張って、えー、ホームラン。で、8回表、中川センター前、マッカーシーストレートをね、ライトへツーラン。というところで、この試合ね、4番中川が4打数3安打し打点。で、マッカーシー4打数3安打2打点、イチョ新外コーディー選手。ね。全員がコンパクトに反対方向を意識した中での、このね、連打攻略っていうのは非常にグッパッティ。 打線が線になりましたでその中でね、楽天は、まあ2回6回チャンス作るも1本出ず、まあこの試合はね、打線を大幅に変更っていうところでね、ここ実らずっていうね、ところは痛いかな。朝村もここまでね、20打数1安打っていうね、ところでこの1週間、なかなかね、ヒットも出ないっていうところではね、朝で浅村6番に下がって、まあ打線ね、いろいろ1番に辰美持ってきたりね、いろんな変化をね、朝村5番かに来たりとかしたけども、結果ね、やっぱり、 二回、えー、ノーアウト一、塁から鈴木、鈴木が一番としてね、ワンアウト二、三塁になって、えー、小深田、黒川がね、連続、アウト。で、六、えー、回、ワンアウトから西川、ツーベース、丸森とフォアボール、ワンアウト一、塁から島内、浅村がね、連続アウト。っていうところで、ま、あこの二回ね、先制できてれば、ちょっと状況変わったかなっていうところはあるけども、ま、あここね、まあ、今日も4アンダー。ね、完封負けっていうところで、ちょっとなす,すべなし。っていうね。五5月22日、6対1でオリックス。っていうところで、オリックス先発宮城ね、 6回1019、5安度43、119、11点と。まあ、前回ね、対ロッツ戦、勝ったけども、ストレートのね、ノリが悪く、ちょっと切れ味ないように見えたし、変化球のね、曲がりも若干ね、速そうかなって感じたんだけども、そのね、要点で、まあ先週のね、総チェックの時に言ったけども、ちょっとね、右足の体重のね、ノリが甘い、回転だけで投げてるっていうところは言ったけども、今回ね、しっかり、右足に体重しっかり乗って、この右足の股関節に体重乗ってから回転っていうところで、しっかりね、フォーム、 この1週間でね、修正してきたっていうところはね、グッと、さすがです。で、そんな中でね、あのストレートのキレイに戻って、ノリもいいし、変化球の曲がりも遅くなって、えー、全体的にね、ちょっと、ね、力んでる感っていうのはあってね、フォームのばらつき、ちょっと変化球の時に特にね、ばらつきあったけども、あの、丸盛りホスト、三振取ったスライダーのフォームなんて非常にグッと。で,でも、これ1週間でね、非常にフォームが安定してきたっていうところでは、交流戦含めてね、あの、なら心配しないでもいいようなね、感じの仕上がりにね、えー、見えました。で、その中はね、 打線においては本当もう何番とかもう関係なくこう4番だからどうとか3番だからどうっていうのはもう全く関係なくもう自分たちがその自分たちの役割を果たすというところで初回でいきなりり物からね福田、レフト前胸ライト前で3番に入って大塩がしっかりバンドをして長川がねレフトにタイムリーツーベースもう中川も,もうコンパクトスイング。 すでにコンパクトに努めて、しっかりね、えー、打点を、えー、つけていくっていうところも非常に大きいし、まあ、3回もね、えー、福田、レフト前、胸アウトになるけども、大城がねライトへポーデンヒット、これはラッキーだったね、どっちかどっかで、ね、突っ込んできて、ね、楽天としては、あれ、アウト、ね、取りたかったねで、中川がレフト前に、ね、またコンパクトにタイムリーを打って、マッカーシーアウトになるけども、杉本がねバットを降りながら、ね、センター前にタイムリーっていうところでは、まあ、杉本も若干こう上がってきたかな、そういったところでは打線ねつながり出てきたかなと。 で、まあ、則本はね、6回108球、8安打4二2九6失点と、まあ、序盤のね、失点が痛かったって、若干高めに浮いたかな、そこをコンパクトにね、し留められたとで。楽天打線はね、3戦で1得点、この試合いも、えー、5安打、6回ぐらいにね、浅村が、えー、逆弾ポーンと打って、ライト前に、ね、タイムリー打って、まあ、こう1本でね、復調してきてくれればいいけども、全体的に3試合で1得点、それじゃなかなか難しい、結果ね、オリックスの3連勝でした。続いてはセリ・リ、えーグ、d n a でヤクルト。 5月2日三対四で DNA、二十一日九対二でヤクルト、22で2日五対三でヤクルト、ヤクルトの二勝一敗の勝ち越しになりましたけど、二、え、十、ー、日の試合三対四で DNA というところで DNA 先発大抜きね、五回七十三球、四安打634、191失点と、まあ初回ね、ちょっとバタバタするところでね、まあキャッチャー見ないね、と、し、塩味の盗塁さしたり、山崎がね、ランナーの時にワンバウンドね、弾いたけども前すぐ拾ってね、26立っちゃうと,とかね、このピンチをね、脱出したのは非常に大きい。みなに、くっしろ。ね。 で、このね、大抜きもね、このスプリット、非常に腕振ってね、めちゃくちゃ落ちてた。いい形でね。で、6三四、全部ね、スプリットっていうところで、まあ、立ち上がりはね、カーブスライダー多かったけども、3回以降は本当にね、このスプリットを多投して、うまい感じでね、尻上がりにまとめてきたんじゃないのかなと思います。ヤクルト選抜高梨ね、7回98球、七打2三四、1九三失点と、もうし初回のみの三失点。これがね、食い残るね。まあ、DNA のね、初回、クワラスライトマイツーベース。で、く、くがバンドして、 で、外ね、高めストレート空振り、高めストレート空振り。で、もう一回高めストレート行こうと思ったら真ん中に入ってライトホーバータイブリーツーベース、バーッと。そこも、これが、これ一番もったいなかったね。で、その後ね、巻き。ね、あのー、引っ張れたのにアウトコースの球を右方向へ意識。グッと。多分あれね、巻きだったら引っ張れたと思うんだよね。だから最低でも外を三塁っていうね、えー、ところで反対方向。ね。で、宮崎がライトフライの中で、山本がね、ワールドピッチ。 三塁ベンチ前に転がって、えー、もう1点取るんだけどもこれでもうキャッチャーしかたないわかんないのよでねあっちあっちとかねそっちそっちって言うんだけどどっちのあっちだよっていうねどっちのそっちだよっていうねあの三塁ベンチ前とかね言ってくれないと後ろ後ろって言ってもどこの後ろだよみたいなねところでねあれはちょっとねわからないのよもう三塁ベンチ前とかねベンチ前来てるよとかねって言ってほしいねそしたらまだわかるんだけどあれね 上ビンだよね。なぜかね。中村も上ビンでた。ね。でもここはね、あれはもうちょっと仕方ない。ちょっとワンパンも高かったしね。そういった面ではもうちょっとキャッチャーは仕方ないかなっていうね。うん、DNA としてはね、ここでしっかりね、外、巻き、で、ワイルドピッチで3点取ったっていうのが非常に大きかったかな。で、その後ね、系投っていうところでは大抜きが5回投げて、えー、平田にね、3分の2で交代。で、村上の時に田中がね、出てきて、えー、1人一冊。で、伊勢。 で、エスコバー、山崎んに、グッケート。早めにね、変えなくても良さそうな感じだったけど、早めに系投して勝ち切ったっていうベンチワークも、グッと。ね。で、十一日、9対2でヤクルトっていうところで、ヤクルト先発原ね、5回、えー、69球、7打23死、無死球2失点と、まあ、4勝目。グッと。ね。シュートにね、こだわりすぎることなく、まっすぐね、スライダーが基本線にシュートを意識させるっていうところでは、非常にね、コンビネーション、素晴らしかったんじゃないのかなと。 左バッターにもインコースしっかり投げてアウトコースへ通信みたいなね、外を打ちっていうところを非常に幅広くね、使えた配球、リード、投球だったんじゃないでしょうか d n a ね、先発、上里に6回95球、6安で6三振、1球4失点と2回までにね、被安打5本打たれて、その後ね、3回以降は完璧だっただけにもったいなかったね、ヤクルトはね、初回、塩見、高めのね、ストレート、ホームラン、2回はスタメンのね、川端、カットボール、センター前。 で、ボークがあって、セカンド。で、内山のね、シュート、えー、レフト前、あ、レフト、ツーベース、左中間ね。で、ってで、長岡にカットボール、ライトへね、えー、二打点っていうところで、これ全部ね、甘めに入るんだよね。そこを川端、内山、長岡が全部仕留め切るっていうところでは、神ちゃんと立ち上がりね、もったいなかったかなと。で、DNA はね、あの、3回、5回、7回、ここでね、1本出ずっていうところが、ここでね、1本出てたら、ちょっと状況がね、 変わったかも分かんないけども、まあ、d n a もね、2回裏にノーアウトで、ねえー、宮崎、大和の、ねえー、ヒットで、ノーアウト2、3塁作って、戸柱の、ね、ショートゴロの間に行って、上里のセンター、タイムリー、ツーベースで1点というところでね、ここ2点取って、えー、4対2っていうね状況で進むんだけどもね、あと、このね3回、先頭の、ね、佐野が出てから、宮崎がツーベース打って、大和が1点返せないとか、えー、5回ね。ね また佐野がツーベース打って、ここからワンアウト、二塁から外、きが返せないとか、7回ね、ツーアウトからだけども、外がフォアボールで出て、ここできで一発っていうとね、まあ、そう簡単じゃないけどね、出ないとかっていうね、あのしてる間に、えー、ヤクルトが9回ね、内山ヒット、で、えー、長岡ね、ねフィルダーショイスで オスナ、塩ビ三振取るけども、山崎がタイムリーって山田フォアボールで村上のね、スタンド、スリーランっていうところでね、取れない間に一気に最後ね、ダメ押されて敗戦っていうね。で、まあ、ヤクルトはね、リリーフ、石山田口ね、清水今度大西とね、非常にグッドリリーフ。今回はね、あの、この日はヤクルトのね、リリーフ陣が踏ん張ったかな、というところはあります。で、22日ね、3対5でヤクルトっていうところで、まあ、両チームね、先発がね、両者5回も立つっていうね、 ところで、で、番の前にね、きっちり両チーム、ランナー出して、で、4番が返すって、で、リーフも踏ん張って、やるべきことはね、両チームしっかりやったのよ。だからね、こう、どっちも勝ってもおかしくないような、やるべきことはやった、試合だったなっていうところはあるけども、まあ、野球の鉄則っていうのがあって、それは点取った次の回は抑えましょうっていうところで、DNA はね、5回裏にね、1点取ったけど、6回表にね、1点取られた。り。 ね、初回2点取られて1回裏に1点取り返したけどまた2回表に1点取られたりというところでこの点取った後に、ね、取られたというところがヤクルトペースで、ね、進んでしまった一番の要因かなとでその中でよ結果論だけども d n a が勝てるとした作戦だったらばこれもうね、えー、2回の裏、上里レフトへツーベースでノーアウト2塁この状況でもう9番、有吉には代打というところを もう考えてミネイにバンド刺すなりなんかして1点取りに行ったらひょっとしたら状況はもう変わったかも分からないですねもうその2回3失点してるんでもうここでね、まあ、34回、有吉は抑えたけどもねここでもう有吉をもうあの見切ってもう攻撃に特化してこの2回裏に有吉のところにバンドを刺すためにミネイのバッティングを。 状況的に考えたようにやらしてたら、ひょっとしたらこの回1点取って、まあ、1点取っただけで追いつかないけども、3対2にする状況になったら、ひょっとしたら状況がね、変わってたかなと。まあでもね、全体的には、どっちもがいい戦いしたかなっていうところでね、まあ勝ち分け。ついたのは、まあ唯一ね、どちらもフォアボール出してからのそれを失点になったり、フォアボールを点に絡めたりしてね、いい形の攻撃はできてたけども、まあ基本的にはね、この勝負手で,では、ね、結果論だけども、2回裏の有吉田、大 いうところがねひょっとしたらの分岐点だったかもわかんないですねまあ結果ね2勝1敗でヤクルトの勝ち越しでしたえ続いて広島対中日5月2日11対5で広島21日10対1で広島22日1対0で広島広島の3連勝 中日の3連敗中日ここに来て落ちていくのか踏ん張りどころっていうね、試合でしたけども、まあ、20日の日ね、11対5で広島、あ、っていうところで、中日先発王のね、4回79、5安打5三死、1九5失点と、まあ、ここに来てね、屋外球場20、2 0二十年10月以降7連敗。で、マツダスタジアムにおいては、2014年9月以降6連敗。もう、7年、8年ぐらい勝ってないっていうね、この相性の悪さ。まあ、その中でね、広島の初回、野、え、間、ー、がね、ファースト、内安打。 このファーストを避けながらスライディング。菊池、ね、でライト前で西川、フォアボールでマクブルームがツーシーム真ん中入ってきたところをレフトへ満塁ホームラン Good.、ね、で3回、ツーアウト二塁から坂倉が、ね、レフト前タイムリーツーアウトから Good.、ね、で5回、ピッチャー、ね、大野から佐藤に代わって小園がライトへスリーラン、Good. 10点目終了、ね、大瀬良は、ね、8回121球七安打7三振1球5失点と、まあ、8回、ね、しっかり投げることというところがね 大きいかなと。まあ、その中でね、中日はね、コロナ復帰した木下がね、ツーランホームランっていうところはね、非常に、あのー、いい情報ではあるけども、まあ、大勢羅からね5、5点取ったけども、やっぱりそのもう5回までに10失点は、正直、それはもうきついね。 で21日、10対1で広島、ね広島先発、森下ね、ね7回95球、六安打3三振、一四球無失点と、まあ、今季初勝利というところで、まあ大量得点でね、えー、恵まれて、まあ楽々な投球かなと、しかも森下も含むね先発全員安打で、初回に3点、2回に6点、グッもう9点、ジエンドです、早い勝負決まるのが早いんだよね、初回も野茂が、ね、いきなりツーベース、で菊池がねファーストへのタイムリー内野安打で1点。 で、えー、西川、アウトになるけどもマクボルム、フォアボールで坂倉がタイムリーヒットでまた小園がね、えー、フォアボールで磯村がワンアウト満塁から、まあ、ショートゴロ、ね、ダブルフレー崩れで1点取って、えー、3点で2回裏はもう森下ヒット森下がやばいのよなんと森下打率が3割3分3厘 OPS8 割超えっていうね素晴らしいで森下がねレフト前野間レフト前ジョを送りバンドして西川がねスリーラン で、マクブルームがアウトになるけども、ツーアウトから坂倉ツーベース。で、ここのタイムリー、磯村がね、ライトであ左中間へツーランホームランっていうね、ここで6点で計9得点。ね、磯村、頑張れっていうね、えー、ところはあるけども、これはきついね、中日としたら。で、中日はね、8回1点で、ね、取るんだけども、まあもう焼き石に水っていう感じでね、ネ尾がね、ピッチャーなるけども、1安打無失点。 グッドよかった、ね、150キロっていうところで安定しててねもうもしや打、ね、つの野手がもう思い切ってもうちょっと頑張ってねひょっとして他の選手もいるし出るところなかったらピッチャーの本格的練習して転向するのも正直ありだね、野手がねキャッチャーがファースト、サード、レフトとかにね和田さん、ガッツさんとかね磯部さんとかね転向するのと同じようにねあのもう野手からピッチャーに転向みたいなね。ね 感じで転向してもありなのかなっていう思うぐらい期待させるね、投球だったからと。まだ、あ、ま変化球はちょっとね、しょぼいんで、これはね、練習する必要あるけども、ホームのバランス非常に良かったっていうところもね、まあ、今後ひょっとしたら見れるかもわかんないね。あとこのね、ヤクルトはね、この奇数バッター、1番、3番、5番っていうところで、1番の間が5打数4安打、で、3番西川5打数2安打、3打点1オーバー、で、5番坂倉5打数3安打、1打点っていう、この奇数、もしくは偶数っていうところがしっかりね、打ってると打線にね、途切れないんだよね。 アウトになっても連,あの連発でアウトになっていかないからやっぱ途切れない線につながっていくっていうところで、まあ、奇,数打者奇数打者っていうところがね非常に頑張ったんじゃないでしょうか、まあ、その後磯村もね5打数1安打3打点1長馬だったしねで森下も2打数1安打、まあ、全員安打だからね全員頑張ってるんだけどね。 で5月22日ね、え1対0というところで、もう10点10点取られてるから頑張るぞっていうところで中日柳ね、7回3分の1、9十球、3で4三振、3、4、4、1、一1失点。もう仕方ない。これで勝てないけど、もういグッピッチ。ね。その中で、広島先発アンダーソン。6回101球、5、3、4、無失点。グーっとアンダーソン。で、6回裏、アンダーソンに代わって代打、え、銅林。銅、ヒャーン、オーブラ行って、グーッと。一対0。もう中日どうしようもない。広島強い。 こういう形、勝ち方もできるの、この3連勝はね、大きいね、交流戦前ね。去年の交流戦はね、ちょっとコロナ禍で、選手がね、いっぱいいなくなって、3勝15敗ぐらいかな。だーっとしてったけど、楽しみだね。まあや、中日はしか方ない。ここから仕切り直してね、また交流戦勝負だね。ということで結果、広島の3連勝でした。え、続いて、阪神対巨人。え、5月2日、6対2で巨人。 21日2対1で阪神、22日4対0で阪神、阪神の2勝1敗の勝ち越しっていうところになりました。5月20日ね、6対2で巨人っていうところで、巨人先発投こね、8回116球、4安打6三振、3四球無失点と、もうとにかく腕振ってしっかり振れて、ストレートフォーク。ガッツ。非常に良かったね。で、阪神先発青駅。6回118球、7安打8三振、無四球2失点と安定感。ガッツ。ねえ。まあ2点取られたけども、非常に素晴らしいピッチングだったんじゃないでしょうか。巨人はね、6回表、丸がライトへツーベース。 ウォーカーね、バンドのサイン。ファール。できず。でもね、こういうやっぱりね、ウォーカーとか外国人にもバンドのサイン出すから、チームとして誰がバンドのサイン出ても浸透してるし、びっくりもすることないし、遂行しなきゃいけないっていうところのハラサイ采配。グッて。で、バンドできなかったけども、ヒッティングに変えて、ね、ショート、高いバウンドでダイアンダー。で、ノーアウト一塁だと吉川バンドで、岡本が青柳キラー、レフトへ2点タイムリー。グッて。完璧なんだから、ね。ね。で、阪神はね、 1>, 1回、2回、5回、ダブルプレーでね、チャンス広げられずっていうところがね、非常に阪神はね、痛かったかなと。1回もね、中野、ね、ダブルプレー。で、2回も、えー、糸井、ダブルプレー。で、7回も大山、ダブルプレーっていうところでね、ちょっとチャンス広げられなかったかなと。えその中でね、八回裏、糸井、フォアボール。糸原、フォアボール。で、代打、熊谷、バンとで、長坂、ホーク、三振。で、近本、ホーク、センタブル。これ、痛かったね。ここで1点取りたかったねっていうところで、 9回裏ね、ピッチャー今村、ツーアウトまで抑えて、で、佐藤センター前、ここでデラロサに交代して、大山、スライダーが逆球で本当のど真ん中をど真ん中入って、レフトに同点ツーラン、グーっとデラロサ、バーンと。この日ね、大勢が連投っていうところでベンチ入ってなくて、これが痛いね。そう考えると、大勢の出現は巨人にとってめちゃくちゃ大きいね。いなかったらデラロサとかまた日替わり守護神みたいな感じにねなってること考えたら。でね、 ここからね、まあ、延長戦というところで、お互いね、チャンス作るも生かせず、12回ね、縦横がライトでタイムリーね、えー、起爆剤になって、そこからね、連打連打連打で、一気にね、12回4点取って、巨人がね、しっかり勝つ。まあ、9回で勝っとけなきゃいけないんだけどね。で、5月21日、2対1で阪神というところで、阪神先発ウィルカーソン、7回98球、3安打5三死、1球無失点。まあ、まっすぐ天下球でね、工程をしっかり使いながら投球。グッピッチ。ね。で、巨人襲名か。 5が101球、5アンダ3三振、1球2失点。まあ、立ち上がりはね、若干球が高くなったところを仕留められた、あと味方のミスで失点というところだけども、まあ自分の中でピッチングっていうできたんじゃないでしょうかね。まあこのウィルカーソン、シューメーカー、まあ同じようなタイプのね、ピッチングスタイル。ね、その中で阪神初回。近本がね、高めに入った通信もセンター前。で、中野がね、低めのフォークを三振。で、一塁ランナーね、近本盗塁して、マルテが高めのストレートセンター前でタイムリー。でね、で、2回、糸井がね、まあ高め。 ちょっとお腹付近に入ったストレートをね、ライトへツーベース。で、糸原、えー、ファーストゴロ、えー、中島、こうじつ、バーッと、エラー。で、ノーアウト一三塁になって、えー、長坂がセーフティースクイズ、ガッと。で、これ、中島全然間に合わないんで、ホームへバーッと。あれ、一塁、その後ね、失点しなかったからよかったけど、もうあのね、セーフティースクイズはね、 えピッファースト全然セーフなのにホーム投げがちっていうねあるあるみたいな本当に無駄だからもうそれはもう諦めてファーストでねワンアウト取ろうそうじゃないとそこからもう一回無駄な失点したら大きいからねで巨人はね9回代打でリックライト前丸ライト前ウォーカーセンター前ねでここでいってでノーアウト一塁で吉川3番の失敗バーッてこれねいろいろ首位打者なのにいろいろとかねあるけどもこれをね え20日の日はね、このノーアウト1塁で、吉川がバント送って、岡本がしっかり打って、勝ってんだよね。だからここはやっぱりサイン、ちゃんと遂行しなきゃいけないね。で、でその後岡本ね、えー、セカンドゴロ、ダイ打中田、フォアボール、ダイ打北村ね、ショートゴロっていうところでね、ジエンドっていう形になったけど、このバント失敗がね、痛いね。逆に阪神はね、しっかりそのね、チャンス、少ないチャンスっていうのをものにしてね、このウィルカーソン、しっかり長いイニング投げて、守りきったかなと。 ついて、えー、22日4対2で阪神。というところで、阪神先発伊藤ね、9回、119、8安打、2三振無四球、無失点。まあ、ツーシーム、チェンジアップがとにかく低めに決まってね。しかも、対岡本の時は、9回をね、打たれたけども、その前まではしっかり低めにね、投げて、ダブルプレイあり、というところではね、非常に、グッピッチン、ね、丁寧に投げたんじゃないでしょうか。巨人先発高橋。1回3分の1、48球、3安打、2三振3球4、4、四四失点と、まあ、2回裏ね、あの、この、対伊藤に対してのフォアボール、これがね、すべてよ。 このインコース攻めきれずに、この小林はねサイン出してたけども、もこう当てたら困るとか考えたの、まあ、その後ね近本に満塁から、ね、センター前タイムリー打たれるときはツーストライク、ワンボールツーストライクからねツーシーム甘みに入ったけども、もストライク投げれてるわけよ、そう考えたらね、ね対ピッチャーに対しても、あそこちゃんと投げてたら、防げてたかも分かんないね、打たれてたかも分かんないけども、でももでそういったところちゃんと投げないと、で結局フォアボールでしょ。メンタルメンンタタルルね っっていううところががに、ね、大きかったような、えー、気がします。だからもう本当にね、典型的にはね、1点を防ぎにいって大量失点したみたいなね。まあでもそこね、しっかり阪神も近本ヒット打ったりね、えー、その後連打でね、連なったっていうところはね、非常に大きかったからと、この2回裏ね、4点、ヨーカーフォアボール、伊藤原フォアボール、これフォアボール連発のも見たいけどね、で、えー、長坂バンドで決めて、伊藤のフォアボールね、で、近本センター前、で、中野三振取るけども、大山がね、レフトにタイムリー、こう出あと、ウォーカーファンプル。 まあでも交流戦入った DH ですから交流戦3週間期間は大丈夫ですよでその後ね、えー、ピッチャーは戸に変わるけども、まあ、サト藤ルの内野安打っていうところで、まあ、4対0、ね、ここの一気に4点っていうのがね結局ねこの伊藤の好、ね、投っていうところで、まあ、試合ものにしたかなと、まあ、このね阪神はこのワンチャンスをも、ね、のにしたっていうところは非常に大きかったかなとでこうね巨人もねヒット8本打つけども連打がなくね パンパンって単発で終わることころがね、えー、無得点に繋がったし、それをね、伊藤が低めにしっかり投げてる証拠だったからと。まあ、結果ね、阪神の2勝1敗で勝ち越しっていうところにね、なりました。あとまた、ネットで、やめて、なんかもう、大城の時は大城のせいって言って、で今回は小林のこと言わないで、高橋が泣げきれなかったとかって言って、俺はもう何回も言うけど、大城派でも小林派でも、どっちでもないのよ。だからその あのー、派閥争い論争に、もうお願いだから俺を、一部の人ね、一部の人だけに言ってます。俺を巻き込まないで、お願いしますよ。俺はどっち派でもないからね。あのー、もう上げ軍の派手に言ったらもうどっちも文句言い出す可能性あるからね。そういったところでは皆さんよろしくお願いしますよ。ね。ということで、結果ね、タイガースの2勝1敗、勝ち越しでした。さあ続いて、ベストライン発表していきましょう。パリユから、ピッチャー、ニップハーブ、噂は、 7回、ヒア1ダくってキャッチャー、ニッポハム、ウサミ、バリーボンズ意識。ファースト、ロッテ、佐藤利也、星でも頑張れ。セカンド、ロッテ、中村、調子は向きか。サード、ニッポハム、野村、週刊後割ショート、ソートバンク、今宮、元気。レフト、ロッテ、 高部、二軍の帝王は返上。センター、楽天、辰巳、守備の人返上へ。ライト、ロッテ、マーティン、三ホーマー、イエスマーティン。トゥー、トー。DH、ストートバンク、柳田、全試合打て。リリーフボン、ロッテ、登場、二勝、一ホールド。トイレ行っててマーティンのホームランは見てません。セリグ、ピッチャー、 DNA, 今永被安打4、13奪三振、完封。キャッチャー、広島、坂木浦、四水中学校、出身、千葉県です。ファースト、阪神、大山、7打点。セカンド、DNA、マーク、9打点。サード、DNA、宮崎、全試合安打。ショート、広島、小園、副長へ、打率はもっと上げていこう。 レフト、広島、西川、副賞、パート2、打率は高いよ。センター、巨人、丸、丸。ライト、阪神、佐藤輝、モノノフ。リリーフ、ヤクルト。こんな、グッリリーフ、サンホールド。グッド。はい。ということでね、えー、明日から交流戦始まりますけども、 えー、申し遅れ事項を含めてですね交流戦バージョンの動画をですね撮ってそちらで子し遅れ事故を含めて今年の交流戦と戦い方何が大事なのか各チームどういったことを目指さなきゃいけないのかというところをですねまた明日動画として出しますのでぜひご覧くださいということで総チェックとりあえず終わり明日から交流戦頑張っていきましょうどこが優勝するのか Baseball